大悟さんこんばんは、元彼がうつ病で辛いらしく助けを求めていきます。私の電話で少しうつ状態が落ち着くそうです。電話の頻度は週に1回ほど、1回につき1時間ほどを希望していきます。電話に対応しないことで死なれても困るので、ここ1年間対応していますが面倒に感じ始めています。大悟さんとはどう対応されますか。悶々としてるのでご意見くださいということなんですが、これはね、自分でどうにかさせるやり方をね教えてあげた方がいいです。変に依存的になられちゃうと問題になったりとかするし、うつって人に話すことで改善したような気分になるだけで、実際は薬物療法とか食事療法とか運動療法とか認知行動療法とか、正しいですねやり方で治療してあげないと結構問題になったりとかするんですよ。はい、だからおすすめはこの本を自分でも読んでもいいし教えてあげるといいと思います。はい、完全復職率9割に医師が教えるうつが治る食べ方考え方過ごし方っていう本ですね。はい、これ何がすごいかっていうと、うつ病からのですね仕事への通常の仕事への復帰率って2割ぐらいなんですよ。2割ぐらいしか元に戻れないんですね。これ治療っていうのはと思う話なんですけど、だからその薬物治療だけだと2割なんだけど、植物療法とか、運動療法とか、認知行動療法とか、そういうのをですね混ぜて、治療してあげると9割の確率で元の仕事とかにちゃんと戻れるんですよ。だから結構ね、うつ病ってそういったライフスタイルというか、広範囲な治療が必要なんですよ、実は。でこういう知識があるかないかで人生が大きく変わるので、この本を送ってあげたりとか自分で一緒に読んだらいいんじゃないかなと思います。はい、少なくともどっちかが我慢するのって恋愛じゃないので、なんか片方に負担になってるんだったら、それはその自分の人生を優先しないといけないですからね。自分まで鬱になっちゃったらしょうがないんで、やってみてください。ちなみに断食とかですらね、鬱に効くみたいな研究とか最近出てきますから、結構ね、いろいろあると思いますよ。断食ってね、あれなんですよ、脳のね、神経、のね、可塑性を高めてくれて、で結果的になんか脳の中のいわゆるこう傷ついた細胞とか修復してくれるんで、まあ、その脳のそのニューロンとかの問題が原因のうつとか ADHD とか、そういうのは結構ね、断食で治ったりとかするって研究もあるので、はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。